今日は倉庫2階ですね。横尾忠則さん、腰巻き汚染、これは北原キャラクターミュージアムですね。そして内林武君の作品、そして小山健一君、内林君ですね。これね、かわいいですよ。スイッチ入れますね。山下真司さんのフィンガーコンプレックスがあったり、こうやって並べると壮観ですね。横尾忠則さんのナタリーの帯があります。そして荒木宏さんのバロンですね。バロンがあってキングです。ムットーニの作品すごいですね。なんかこの空間、大好きなものに囲まれて、 SF のポスターですね。地球が静止する日、アマゾンの繁栄時、そして禁断の惑星。月世界征服。だいぶ整理しましたね。じゃあ今日はここまでご紹介しましょう。菓子屋さんの店頭用のディスプレイですね。ロボット三等兵みたいな。これ風が吹くとですね、目に電気がついて、これ口もこうやって閉じたり開けたりするんですね。菓子本って書いてありますね。これも電気が中につくようになって、夜はとっても綺麗でしょうね。次回はこちらを紹介します。お楽しみにしてください。